っと待った、ちょっと待った。そんなね、20個目の誓いも皆さん聞きたいと思うんですけど、二十歳ということで恒例のある方から手紙が届いております。あ、やだね、やだやだ。それを聞いてもらいたいと思います。でか、まあ、ないって言ってたママわかんないよ、その人。そうだよね、ママじゃないかもしれないね。さあ、それではないかもしれないよね。スタッフが代読させていただきますのでね、この舞台上で聞いてください。それではお願いいたします。マイエ、あ、やばい。二十歳のお誕生日おめでとう。いつまでも甘えん坊のマイだと思っていたら、あっという間に二十歳になってしまったね。ま、家族の中でもいつもみんなを楽しませ笑わせてくれるムードメーカー。そんなマイがいない日は寂しいけれど、マイがお休みの時にはみんなでなるべくスケジュールを合わせて旅行に行ったり、たくさん楽しい時間を過ごしたよね。家族の中で一番小さい舞が一生懸命頑張っている姿を見て、ママたちも頑張らなきゃって思ったよ。1年生でこの業界に入り、何もわからない親子でとにかくがむしゃらに頑張ってきたよね。緊張って何？わかんないというぐらい幼い舞なのに、最低限の社会常識を心を鬼にして厳しく教えていたような気がする。今思えば小さかったのにかわいそうだったなって。ごめんね。けれど高校生になると舞もママを頼らず一人で頑張れるようになり、少し寂しい気もしたけれど陰ながら見守ることにしたよ。舞自身も辛いこともあったと思うけれど、家族だけではなく周りの方々にたくさん助けてもらい育てていただいたような気がします。特にメンバーのみんなにはたくさん助けてもらったんじゃないかな。家族より過ごしている時間が長いと思うからね。今の舞はすごく貴重な経験をしているのだから、応援してくれる人たち、スタッフさん、メンバーのみんなに感謝を忘れず、後悔しない素敵な人生にしてね。不器用で裏表があまりなく、この世界ではちょっと損しているのかなと思う時もあるけれど、そんな舞を支えて応援してくれる方々に心から感謝をしています。キッズオーディションに合格して、舞と家族の人生が予想していない人生になったけど、素敵な二十歳のお誕生日を迎えられて本当に良かったね。おめでとう、ママより。ありがとうございました。ティッシュ、ティッシュ持ってきたから。あー、やばい、どうしよう、泣いちゃった。高級じゃないですか。泣いちゃった。大丈夫、使って。なんでマイクで殴ろうとするの。やばい、どうしよう、泣いちゃった。いや、もうちょっと一言くださいよ、せっかくお母さんお手紙書いてくれたんだから。顔平気ですよ。なんか書いてないって言ったから。うん、なんか恒例だってはしてたんですけど、はいはい、なんか、あ、案外なかったりするんだろうなって思ってメンバーに、はい、なんかママ本当に書いてないっぽいんだよねみたいな。うん、おそらくそう、書いてないっぽいんだよねみたいな、うん、ね、話してたんですよ。だからもう前ないって思って今生きてて生きててよし、今日はないから泣かなくて済むと思って。そんなないわけないでしょ。あ、やばい、どうしよう、こんな泣いたの前初めてかも。ね、泣かないって言ってたもんね。え、てかファンの方の前で前こんな泣いたの初めて。てかだって前今あの声出そうなぐらい泣きそうになったの今うーってって泣きそうになった。いや、でもよかったですね。でもすごい思うのが、二十歳になって、うん、二十歳に近づくときに、あ、なんかすっごい今ファンの方ももちろんだけど、うん、すごいなんか家族に感謝だなってすごいやっぱ感じてて、すごい、はいはい、特になんかママとかはすごいずっとついてきてくれたりとかしてたし、うん、あ、そうだね、なんかそうだな、すごいたくさんぶつかったりしたから、うん、また泣いちゃうでしょ。大丈夫？なんかすごい
なんかママ本当ありがとうってすごい思ってたんです最近ずっと。ね、なんか昨日私12時にお姉ちゃんとお父さんとお母さんにメール送ったんですよ。逆に？逆に。ありがとうみたいな。おお、偉い。したら、まあ、お姉ちゃんは、まあ、なんか編集した画像、前と一緒の写ってる画像を送ってきて、ハートチーンみたいな感じだったんですよ。で、お父さんは、一緒にお酒飲もうねみたいな、本当にありがとうみたいな感じで送ってくれてて、はいはい、で、なんか、お母さんもまた長文で返してきてるんですよ。あ、これ前絶対泣くやつと思って、ありがとう、さっきちょっといたから、これ見て泣くのはなんだなと思って、ちゃんと読んでないんですけど、あ、そうなの。こうなんか真剣に読んでない、真剣に読んでないっていうか、あ、泣きそうだなこれと思って読んでなかったから、はいはい、やだ、ね、みんなに見られちゃった泣いてる姿。やだ。そのメールも含めて、さっきの手紙も含めて、あとでお渡しするんで、手紙ね。ねえ、お墓まで持ってく。そうですね。ぜひお願いいたします。ということで、お母さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで僕の仕事はここまででございます。最後、一曲。お願いいたします。あ、いける？いける。行こう。じゃあ皆さん盛り上がってください。お願いします。こんな素敵な、これ20個もあるんですよ。20本。いやー、なんかすごい、あの最初出てきた時にすごい緊張してて震えると思ったんですけど、なんか歌ってる時に、わーすごい楽しいって思ってこう、すごい楽しい楽しい、あ、緊張緊張みたいな感じになってて、あと元気くん歌ってた時に、2階から見てこうわーって言って1階の景色見た時に、わーなんかすごい前愛されてるな、こんな人たちみんな来てくれてと思って、なんか泣きそうって思ったんですけど、いや泣いちゃいかんとか思ってたら、あんな姿を皆さんに見せるとは思ってなかったぐらい、お母さんの手紙で泣いてしまいました。てか本当ないと思ってたから。いやー、やっぱあの大人はすごいですね。ちゃんと人を騙せるっていうか、ちゃんとこうなんて言うんですか、私にはやっぱまだ子供だなと思いました。私のこのなんて言うんですか、知識力っていうか、なんて言うの、私の見分けもう完全にないなと思ってたから、いや本当にこんなみんなスタッフさんとかファンの方とか、まあ、家族もそうですけど、みんな前のためにこうやって祝ってくれて、ファンの皆様どうもありがとうございます。